腹減ったら何も食わないで練習してたから、多分それで気持ち悪くなっちゃったんだよ。え、気持ち悪いんですか？いや、あの練習中ね。あ、今は？今大丈夫。あ、よかった、それなら。激しい運動する前はちょっと入れないとダメだね。おにぎり1個でもいいから。私はなんかダイエットしてるんで、今ダイエット中なの。はい、10キロ痩せます。10キロ？7キロが目標だけど、欲張って10キロ、1ヶ月で。だからあんまり油物は、あ、だから本当これだけでいいぐらい。はい、鶏肉のなんか茹でたやつ、鶏肉の茹でたやつとか、なんだろう、あの脂肪分がないやつがあれば、ウェイ肉みたいな、じゃポテトとか。あ、でポテト太るよ、炭水化物だ。あ、ダメだよ、飲食店でそれ出したらダメよ。保冷剤やってるから大丈夫だと思うんだけど、いや、後で煮物を作るの好きなんです。明日大宮何時にしようかな。ちょっと起きたら、あ、調べます。あ、違う、リアトツマチコメント読んだの。あ、うん、リアトツマチ、うん、お、大宮、うん、大宮、私丸いで半マイルやってました、へー。今より体重が半分の頃だから49キロぐらいの時に、イトキンのホコモモラってブランドで、カリスマ店員でした。へー、なんだよもう今やっぱね、やきもち焼きだからしょうがないんだよ。え、無視していい？ちょっと待って。無視していいんですか？ちょっと待って。もしもし？もしもし？何？何？もしもし？どこ泊まるの？何？どこに泊まるの？満喫。なんでなんか無視していいとか言ってんの？何を？ん？無視していい、無視していいって言ってる。知らないよ、俺が言ったことじゃねえだろ。いや、言いたいこと早く言って。え、これの電話のことを無視していいって言ってるの？この電話のことを無視。俺が言ったことじゃないでしょ？なんで怒ってるの？怒るでしょ。なんなんだよ。何？要件は。え、なんで怒ってるの？イライラしてるんだよ。なんなんだよ要件は。だからどこに泊まるのって聞いた。だから満喫だって答えだろ。のんちゃんの電話無視しろっていうことだったの？何？のんちゃんの電話無視しろっていうことだったの？知らないよ、俺が言ったことじゃないから。何回言わせんだよ。本人に聞けよ。誰？本人って。俺が言ったか、無視しろって。いや、だから誰？本人って。だから解放。あ、安心してください。私好きな人いるから、元彼と揺り戻すから大丈夫です。元彼が好きなんです。聞こえてるかな？聞こえてる。元彼と揺りを戻したいんです。私元彼が好きで好きでたまらなくて、この前添い寝しようと思ったら、あ、すいません、あの、あ、どうしよう、恥ずかしい。元彼と添い寝しようと思ったら断られて凹んで、ねえ、なんだろうな、でもより戻したくてしょうがなくって、ミュージシャンなんですよ。だから忙しい人だからなかなか会えないんだけど、電話はなんか作曲して
なんかいつも初めに私に聞かせてくれたりして、この曲どう思うって真由美の感想、あ、解放の感想は聞きたいって言われて一番に聞かせてくれるんですよ。すいません、お願いします。だからすいません、その辺は安心していただいて大丈夫なんで、本当に何でしょう、和道ギャルズっていうんですか、和道さんのデザイン、はい、デザイナーだ、グラフィックデザインやったりとか、ネイルとか、メイクをやってるので、あと、この爪、銀鮭の釜焼き、爪のだけだから、安心してください。ハラス焼き、はい。ハラス焼きと、よろしくお願いします。あとどうしようかな。よしもろあさりの方かな。おむすびの明太子を2つ。はい、おむすびの明太子を2つで。とりあえずそれで。はい、はい、お願いします。伝わったかな、話終わった？もしもし？繋がってんの？彼氏がいるって言えばいいと思う。繋がってんのこれ？わかんないよ。なんだよ、ほんとに。いや、そんな怒んなくても、やっぱ心配なの分かるから。いや、もうめんどくさい、ほんとに。めんどくさいなんて言わないでください。お疲れ、ケビ。あ、ケビ。あ、下から。ケビ。映ってるかな、うん、あれ、そう、ね、お前、ブロックするぞ。調子乗ってる、サノゲ。え、止まって。あ、こいつブロックだわ。そんなすぐできんな、ブロック。あれ、キャッチャーができないの？なんだろう？キャッチャー。やっぱ和道さんは、うん、アメリカのスピリットなんですか？何アメリカのスピリット、うん、アメリカ的な魂。いや、全然、別にそんなないよ。なんかかけてるわけじゃない。え、かけてる？タバコと。全然全然そういうのはない。私ハイライト、うん、ライトな人間になりたいからハイでライト、ちょっと総気味で軽装状態がちょうどいいからハイライトするけど、緑が好きだし。お疲れっす。ういっす。文字打ってる時って画面消えるじゃないですか。文字打ってる時画面消えるって何？文字をなんか操作するとき画面がパッて消えて。スマホ？いや、スマホもそうだし、パソコンも。そのときってどう映ってるんですかね。一回画面暗くなるんですか？暗くなんないよ。なんない？うん。嘘？うん。リア凸、そうだ。リア凸人数1人増やします。ありがとう。いや、リア凸の旅が73名に増えます。元彼好きなの伝わったかな。いいよ、ほっといて。いや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 、もうめんどくさい、そういうの関わりたくないから俺。いやー、あ、もうぶり返さないで、俺がイライラするから。あ、ごめん、心配だから。いや、いい、いろんな意味で俺の、うん、じゃあ、何も言いません。何も言わないで。のんちゃんのことはもう何も言いません。うん、のんちゃんとも言いません。彼女とも言いません。うん、すいません。うん、あ、これヘルシーでいい。うん、あ、こういうものを作りたいんだよな、私。うん、料理すんの？しますよ。だってしないとダメじゃないですか、音は。糖尿病だし。糖尿病なんだ。はい、あ。でも、インシュリンはなってない。インシュリンだったらやばいでしょ。ならないように気をつけてるから、食品買いに衛生表とか見て、うん、円グラフ見ながら、うん、だからヨーグルトは必ず食べてます。おー、うん、明日何時にやろうかな、リアとつまつ一個いっください。いいよ。記念に。うん。
別の人からエステ融資するから付き合おうって言われてて、うん、付き合おう、うん、ゆきろ何エステ結婚してほしいって言われちゃって、ごめん意味が分かんないんだけど、エステを融資するから結婚しようってどういうこと？痩せたいっていうのを私が言ってて、うん、ああそれでエステ代を、そう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 、だから3万から30万出してくれるって、あの TBC に通わせてくれるって言って、そんな高いの悪いから、うん、安いとこで1回1回でいいよって言って、うん、だから3から30万融資してくれるって、その代わり付き合ってって言われて迷ってる、うん、お、まやちゃんだ、いらっしゃい。でもやっぱ元彼と会ったばっかだから、そういうのはすぐは返事できないから、はい、すいません、はい、どうも。まだ置き換えあって、うん、まだ顔合わせ、え、顔合わせをして、うん、マッサージを受けて、うん、一緒にあのヘアシートのマッサージ受けて、うん、でリラックスしてから公園行って、うん、私の手作り弁当を食べて、うん、まあ味覚が合うか確認して、うん、顔は知ってるんですよ、 LINE でエントリーしてるから、うん、あのビデオ通話してるから、うん、顔はタイプじゃないけど、うん、ぶっちゃけ、うん、私もみあげ長いのと眼鏡とひげがドストライクなんですよ、うん、でちょっともみあげ短すぎて テクノカットっぽくって、どうも、はいはい、テクノカットっぽいから長くしないよって言ったら、うん、うんって言って、もみあげ長いのが好きなんだ。畑本博、畑本博、はいはいはい、渋いね、畑本博です。畑本博は、畑本博と付き合うことになってるの？いや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 、いやそれはないです。畑本博みたい、あ、長曲？あ、違うわ。畑本博の顔がドストライクなんですよ。ちょっと目が細くて、なかなかのイケメン引っ張り出してきたね。うん、イケメンっていうか、いや、かっこいいでしょ、畑本博は。うん。で、メガネはかけてないんだけど、あの、ヒゲともみあげのつながり具合がドストライクで、だから畑本博は、はいはい、あ、でも畑さんの DVD に私が2回ぐらいアップされてて、抜かれてる？え、畑本博の DVD に出てんの？はい、あ、ライブ DVD、あの、夜音でやった時に観客映すじゃないですか、はいはいはい、その時に、あ、やっぱ畑じゃないな、旗声じゃない、旗声っぽかったけどじゃない、うんうん、え、ちょっと待って、話が分かんなくなってきたんだけど、で、旗を飛んでるの、ちょっと待って、話がよく分かんなくなったんだけど、はい、整理させて、はい、元彼はミュージシャンなんだよね、はい、で、なんで別れたんだっけ、あの、なかなか会えないから、仕事が忙しくて、なるほど、なかなか会えなくて、ただ別れたと、で、私から別れようって言って、うん、で、OK、別れた、で、その人が好きと、はい、で、それとは別に男性から、はい、エステに通って痩せて付き合ってくれって言われてんの、はい、なるほど、分かった、30キロ痩せるのが目標で、30キロ痩せろって言われてんの、いや、痩せろじゃなくて私が痩せるって、なるほど、だから元の体型に戻らせる、ほうほうほう、体、ほうほうほう、うん、だから今が洋梨に、うん、洋梨あるじゃないですか、洋梨ね、あ、手玉なの、洋梨に、うん、私手首と足首と顔、うん、フェイスラインは細いんですよ、うん、けど体が洋梨に洋紙ぶっ刺したような体型だから、うん、おかしいから、うん、それを直したいと、なるほど、だから元の体にくびれのある、うんうん、ミュージシャンの彼には、うん、真由美の、うん、あ、真由美って言っちゃった、海宝の体はドラム缶とドラム缶と潰れたアンパンっていう歌詞が、潰れた、え、何、彼氏の曲の歌詞の中に、はい、まあ、海宝の体は潰れたアンパンとドラム缶っていう歌詞が出てくるの、あ、歌詞っていうかイメージ、イメージな、でもドラムってバスドラの意味だったらしいから楽器だったからよかった、なるほど、けどバスドラ、いや、でもバスドラもなかなかでかいから、あ、そうなんだ、よくバスドラわかんなくて、バスドラってあの一番ドラムで一番足で踏むやつ、あのでっかい土台のやつ、あ、ボン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 、そうそうそう、あ、余計すごいかもしんない、そうだね、余計すごいかもしんない、
って言われて、でだからまあ歌詞にしたかイメージにしたかわかんないけど、私と上野動物園に行った時の、上野動物園に行ったんだ、はい、あの障害者手帳あるからただで人間入れるので、普通にデートして2時間で帰られたんです。疲れたって言って、ちょっと突っ込んで聞いてもいい？元彼のこと、はい、全然いい、あの元彼とは どういう出会いだったの？病院で、病院で出会ったんだ。病院で糖質です。ああなるほど。彼氏も糖質、統合失調症。私は躁鬱です。躁鬱なんだ、はい。で、どれくらいの期間付き合ったの？はい、すいません、関原さゆきです。あ、どうも。友達期間があって、友達期間大事だね、うん、友達期間が3ヶ月ぐらいで、3ヶ月ぐらいだ。ほうほう。で、付き合ってって言われ、付き合おうって言ったんだか付き合ってって言われたんだか忘れたんだけど、うん、まあお互いそういう感じになって、うん、彼の部屋でそういうことになって、うん、でもうだって付き合ってるじゃんって、付き合って、うん、私たち付き合ってるのって言ったら、うん、だって付き合ってるじゃんって言われて、ほうほうして、で、で、何ヶ月ぐらい続いたの？いやでも付き合ったのは1ヶ月ぐらいなんです。あ、1ヶ月ぐらいなんで、短かったんだね。ごめんなさいって私が振っちゃったんだ。会えないなら、うん、じゃあその1ヶ月の間に彼氏はミュージシャンで、うん、解放、まあ解放ちゃんのことを、ちゃんと言わない、まあ、解放のことを、まあ、バスドラムとか潰れたアンパンっていう曲を作った。う、うん、なるほど、だいぶ伝わってきたわ。まあ、ひどい言葉に聞こえるけど、うん、イメージ、あくまでもイメージで、うん、ね、潰れたアンパンっていうのは感触のことだから柔らかい。ああ、なるほど。柔らかくて、でもちょっとべちゃっとしてる。あ、愛情表現、ちょっとなんかね、エッチな、そうそうそう、ニュアンス、ね、胸とかおっぱいのこととかね、とかお尻とか、ラブソングだね、それ。ああ、まあそうなんですね。潰れたアンパンはラブソングだわ。うん、初めはひどいと思って泣いたんですけど激泣きしましたよ、ほんと。もうだ、ドラムで潰れてるってどうよ、うん、みたいな。潰れてアンパンで。年齢とか隠してるの、放送では？いや、42です。42歳、今年3になります。俺の10個上、11個上、一回り、一回りだね。まあ約、うん、約、うん、なるほど。なかなかいい和道リスナーですね。あ、いいですか。和道ギャルズの素質がかなりあると思います。そうですか、はい、ありがとうございます。まだ和入れてもらえない？もう、いやいや、全然和道ギャルズ有望、将来有望な和道ギャルズ。でもいいですか、じゃあ私和道ギャルズです、うん、もう全然名乗っていいよ。いい、うん、和道ギャルズのルーキーだって名乗っていい。ルーキーですって言っていいですか、うん、ルーキーの意味わかんない。ルーキーっていうのは新人とかそういう意味だ、ね、あー、なるほど。あ、それなら、うん、はい、うん、いや、なんか偉そうだったら悪いなと思って、うん、せっかくだから配信やってるんだから、はい、みんなと絡んでも。あ、どうも、なんか恥ずかしい。帽子、あ、帽子かぶろう。帽子か、いや、帽子かぶんなくていいんだよ、顔隠してもダメだから。でも恥ずかしい、すいません、なんかもうこんな姿で失礼します。みんなの質問とかを拾ってあげて。どこ読めばいいの？これから来るから、またタイムラグあるから。くそ受けた、ごめんなさい、すいません、うん、わらわら、すいません、すいません、うん、かぶんない方がいいか、うん、そっか、うん、だって今夜とコラボしてるとかぶってなかったな。いや、どんこにしって言われました。メガネかけて性別ちげえし、てか性別ちげえし、どんこにし、まあファッションだからいいんだけど、ファッションチェックやるからいいんだけど、うんうん、いや、どんこにし言われて。リスナーさんはさ、この冗談がうまいから。いや、へこみましたけど、うん、逆になんか一回りして笑っちゃって。いや、俺なんかウルトラマンセブンとか言われてるから。いや、かっこいいじゃないですか。うん、いや、めっさかより目だから。うん、より目ですか？うん、より目。ほんとに、な、元彼さんと今日どちら？家です。家でこもって音楽作ってます。うん、どなたなんで？あ、解放と申します。リスナーさんだよ。どんこにしです。うん、どうもどんこにしです。あの、ハットかぶってないから、今日はメガネとハットないからどんこにしっぽくないんだけど、ファッションの仕事もしてたので、この画面にいる人、変な人形は解放
ひらがなで、ひらがなで、かいほうって書きます。ひらがなで、かいほう、解放するとか、あの、心を解放するとか、うん、解決の方向に行くとか、そういう意味です。あ、風船来た。風船、ありがとうございますって、私が言うもんじゃないのかな。いや、いいんだよ。はい。風船ありがとうございます。なるほど。風船が来た、すごい。でもなんで自分が振ったのさ、その元彼のこと忘れらんないの。いやだって年がら年中電話来て、留守電で夜中に5件とか満タンに行くんですよ、曲が。向こうか。え、曲が来るの。だからギター弾きながら歌ってんのを弾き語りだ。そう、まず私に確認してほしいっつって。え、どんな歌なの。歌える。春。いやまあ、だから、ね、言葉で言うとどんな歌なの。ラブソングなの。ラブソングと、まあ、公園に行って気持ちよかった話とか。公園に行って気持ちよかった歌。うん、歌をイメージした。なんだろう、公園に行って気持ちよかった。英語だから、うん、で早口だから説明が。説明。歌が送られてくるんだ。説明が送られてくるの。歌とこの曲に関しては、こういうイメージで、これこれこうでっていうのが、あんまり口をボソボソして話すから、私は聞こえるんだけど、なんつうんだろうな、だから私と彼しかわかんないみたいな。あ、それなみたいな。はいはいはい。はい、それなみたいな。で、彼はプロミュージシャン目指してるの。目指してるっていうか、プロでやってました。あ、プロなんだ。だから、びっくりドンキーですって。びっくりドンキーの CM の曲作ったの彼です。え、どんどんどんドンキーって。あ、ドンキホテです、それは。え、びっくりドンキーってどんなの。ハンバーグとかのご飯のお店。え、わかんねえな。わかる、それはわかるんだけど、びっくりドンキーは。はい、ハンバーグが有名の CM ソング手掛けた人なの。はい。すごいじゃん。あとアニソンも手掛けてます。え、普通にすごいじゃん。うん、普通にすごいですね、確かに。あ、より戻そうよって言えばいいじゃん。いやー、さすがにすぐは1回しか、1年ぶりに会って、添い寝も断られて。え、さすがに添い寝を断られたってどういうこと。暑いからちょっと離れて。暑いから久々に再会して会って、2人で寝るとき、まあ彼氏が寝ようとしてたときに添い寝しよう。寝てました。彼氏の大仏みたいな。はい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 。で、添い寝しようとしたらなんて言われたの。暑い、暑いじゃないですか、最近。うん。で、クーラーがないんですよ。うん。だから、扇風機もないんですよ。うん。だから、窓しか開けてなくて、うん。暑いから、くっつかないでって言って、ここ割られた。うん、で、泣いた。まあ、暑かったんだろうね。夏だからね。でも、ね、暑かったんだよ。暑いからくっつかないでってすごい遠くに行かれて、うん、あ、距離取りたいんだなって悲しくなって。でもさ、嫌いだったら同じ部屋にいないでしょ。隣の部屋の襖を開けて、あっちの方行っちゃいました。こんくらい。え、なんで再会することになったの。ちょっとあげたいものがあるから、あの玄関先にぶら下げといていいって言って。おうおう、何あげたの。あのピースの缶、若葉吸ってるから。あ、若葉吸ってるからピースの缶を。そう。だから若葉がピースに見えるでしょ、平和に見えるでしょ。なるほど。そう、だからその缶をあげたくって、それにライター入れて、あとネックレス、似合うやつ、ペンギンのやつを入れて、ドアにかけておこうかと思ったら、じゃあいいよいいよ、部屋来なよって言われて。なるほど。じゃあ今元彼とよりを戻すか、そのエステで30万払ってくれる人と付き合うか迷ってんだ。付き合うっていうか結婚を前提にって言われた。結婚すんだ。ちょっと重い。結婚は考えてないの。いや、病気があるから、重いから、そういうのが、だから一生独身でも構わないと思って。あ、そうなんだ。はい。いや、結婚っていうのは、私とは縁がない話だと思ってます。うん、っ
ってなのに結婚したいとか、うん、閉経しちゃったら子供もできないじゃないですか、うん、子供が成人する頃おばあちゃんになってるから、うん、それもきついなと思って、うん、あと早産の症状が出ちゃうと子供は面倒見れないのはかわいそうだし、うん、なるほど、うん、だから子供、うん、リンクスっていうんですかね、あの結婚しても子供は持たない主義、あ、そういう風に言うんだ、うん、リンクスって古い言い方かもしれないけど、うん、リンクスでもいいんだったら、うん、でも元彼は子供ができたら結婚しようって言ってて、うん、ゴムをつけてくれないんですよ。誰が元彼元彼ゴムつけないの？そう、セックスするときに、うん、あ、バンならないですか？だよ、セックスするときにゴムつけてくれなくて、うん、できたら結婚すればいいじゃんっていう主義、かっこいいね。かっこいいんだ、それ。男らしい。いやー、こっちは困る。周期とかあるし、うん。ちょっといただいてもいいですか？うん、もう一本食べて。いやー、そんなには。半分。うん、半分いただきます。うん、そうだから、窮地に立たされてるって言ったら変なんだけど。うん、なんかその30万の人もいい人だし、うん、顔はぶっちゃけタイプじゃないっていうかおじさんなんだけど、うん、なぜか年下で、ほうほうほう、なぜかって言ったら変だけど、うん、てか年下としか付き合ったことないんですよ私。言っても8、9人付き合って、まあ、あの両手は行かないんですけど、うん、今まで8、9人付き合ってて1公演が1人で、あ、うん、3公営、1公営、3公営、うん、あとは6個下、うん、2個下、うん、2個下、うん、4個下、うん、6個下、あ、わかんないな、うん、なんか、とにかく年下になんか人気があるっていうか、うん、だからそれは包容力があるからじゃないって言ってくれたんですけど、うん、まあ、だからおかん気質、うん、だから、あんたそんな早くご飯食べちゃいなさい、作ったんだからあったかいうちにみたいな感じ、うん、なのがうざいって思うか、うん、もうしょうがないなって言いながら、うん、喜んでくれるかの違いかな、うんうん、だから初めはそれが嬉しく思うけど、うん、だんだんうざくなって別れる自然消滅みたいな、なるほど、うん、なるほどなるほど、最終的にうざい女になる前に自分から振っちゃう、うん、自分から離れていく、うん、あとうちの表情とか、うん、激走だと、うん、あんたなんか嫌いっつって、うん、そこで、うん、切っちゃう、うん、うん、辛くなんないの後で？いや辛いけど、うん、自分の病気の辛さの方が増してるから、うん、全然、うん、もう思い出せない。なるほどなるほど、辛さが思い出せないか、うーん、のが辛いなんだろう、重ね重ね、うん、うん、っていうのかな。なるほど、わかりますかね、なんか言い方が変なんですけど。わかるわかる、伝わるよ、うん、なんか、うん、私敬語とか、うん、敬語で話すと硬くなるし、うん、タメ語で話すと慣れ慣れしいし、うん、その調節がうまくいかないんですよ、うん、だから、うん、入り込みすぎず、うん、離れすぎず、うん、のバランスがすごい難しい人間ですね、うん、あ、これもらっていいですか？いいよ、みんなそうだよ。食べてもらいます。ちょっとリスナーさんに見せてあるよ。これで、うん、たくあんでーす。あ、それで見えるんだ。そう、飯テロだからたくあんでーす。おいしく映ってるか、うん、大丈夫大丈夫、いいよ。あら、かわいい。あら、あ、閲覧が、それやばいな、これ。え、サービスショットだな。やばいって大丈夫？いや、リスナー、違う違う違う、いい意味で。あ、セクシーショットだよ。いや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 、ただのおばさんの飯食いですよ。
なんかうまく説明できなくてすいません。いやいや、なんかニュアンスでしか言えないから。いやいや、全然伝わるよ、はい、もうビンビン伝わるよ。今は何です、うん、何です以上って言えない状態、うん、今が、うん、揺れてる、うん、狭間で揺れてるから、うんうん、なるほど。だから私が付き合う人、悪い人は絶対ないんですよ。騙されたりとか一回もないし、うん、あの寝逃げされたとか、うんうん、逃げられたことは一回もないんで、うんうん、自分から振っちゃうタイプだもんね。うん、さよならって言って、うん、あとはもうバッハとか言って、うん、もう結構きついこと言うんだね。もうあ、そういうそう状態の時に、うん、もうあんたなんか嫌いとか言って、うん、プンって怒って去っていっちゃう、うん、でもう連絡も着拒しちゃう、うん、へー、ひどい女なんですよ私、うん、悪女なんだ。悪女っていうとなんかマリコの部屋へみたいな、なんかちょっといい歌かっこいいじゃないですか、中島みゆきとか。そうじゃなくて、もっと立ちが悪い悪女。もっと悪い。うん、なんかもっといい人だったくせに急に悪い人になる。おー、悪人、悪人っつったらあれだな、悪人にならない前に去らなきゃいけないって自分で思うから、うん、悪人の私を見られたくない、うん、から、うん、あ、ありがとう、うん、結構じゃあ年下キラーで結構たぶらかさない。あの普通に好きになってくれて告白されます、うんうん、あっちから今まで私が告白したことはないです、うん、声って聞こえてんのかな、私も。いや、聞こえてると思うよ。え、マイクは？マイクはパソコンの中にあるから。なんか普通に拾えてるよ。あ、そうなんですか。うん、すごい、うん、最新ってすげえな、うん、それも特注だし、うん、赤とね、あそこまでいかないよ。黒のパソコンなんですよ。で、ちっちゃくて、すげえかっけえパソコンです。で、和道さんは配信していらっしゃいます。難しいんですよ。だからエステは行きたいけど、男をたぶらかすなんてそんなひどいことはできないし、だから真っ正面を向き合ってじゃないと、私は付き合えないので。だからどういう男の人がタイプなの？畑元博です。もう畑さんが完璧なんだ、パーフェクトなんだ。パーフェクトですね。でも元カレはロン毛でいかにもミュージシャンです。まあもうロックみたいな感じ。ロック、ブルース、ジャズ、テクノ、全部ジャンルすげえな。いや、だから何でもできる。ギターが4本ある。ギター4本あって何？ジャズもロックもテクノも全部いける。全部いける。すげえな。アニソンテクノだから。アニソンがテクノ系なんだ。うん、で、びっくりドンキーは15秒以内に収めなきゃ、だから CM だから。はい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 、うん、だから短い中に印象的に言葉を、うん、だから子供がその音楽を美味しい、うん、美味しいじゃないけど、うん、覚えやすくね。ハンバーグ美味しいみたいな、うん、びっくりドンキーみたいな、うん、感じを15秒に収める仕事、うん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 、っていうのかな。で、CM 専門で作ってんの？いや、専門じゃないです。オールジャンルです。へー。だから弾き語りもやるし、うん、明日だよ。あの、明日だよ、リアとつまつは。大宮です。大宮、声揃った。大宮です。大宮でリアとつまつするんで、明日。大宮何時くらい？うん、ちょっとまだ考えてない。だから今日どうしようかなとか思って。あ、満喫か、うん。うん。満喫はどの駅にでもあるんじゃないですか？まあ、あると思うよ。これくらいの街だったら。うん、でかいし、綺麗だし、アトレあるし、うん、ルミネもあるから。ね。
ルミネがあるんだったら大丈夫だよ、うん、川越綺麗な街です。結構、うん、川口の人間としてはそうしかないので、うん、とても栄えています。個人情報気をつけないとダメだよ。結構あの女性はやっぱ男性がほら色目で見てくるから。色目、あのこの人と付き合いたいとかストーカーになっちゃうよ、リスナーさん。そんなのあるんですか。あるよ。あ、電話、女の人は気をつけないと。教えたらハーハーいう声が聞こえて即切りました。みんな解放のこと狙ってるから今。マジで、うん、さっきのたくあん食ったと。マジか。マジマジマジ。気をつけないと、気をつけないと。たくあん食ってるだけで、たくあん食ってこいついい女だなってみんな思ってる。うそだ。ほんとよほんとよほんとよ。下心しかないから。上心じゃなくて下心だ。下心で動いてるから。わあ、気をつけなきゃだな。気をつけないと。いや、女の子にチュッてやっても、うん、それが、うん、全男の人にしてる。もうそういうもんだよ。そう、全部もう、もうこの唇の今日の色レッドだけどどうって言って。ああ、もうそんなダメ。唇なんかもう本当に、もう唇なんかもうちょっと寄ってみて顔、唇チュッてやってごらん。ほら、もうもうもうほら、今男性リスナーがすごいことになってるから、うん、そうなんですか。そうだよ、もう、ほら、勃起してますとか立ってます。いや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 、嫌でしょ。気をつけないな。いや、困ります。いや、そういうのは固い女なんで、そういうのは困ります。キスで勃起ってするんですか。いや、わかんないけど、変態ばっかりだから。変態なん、和道さんのリスナーって変態なんですか。俺のリスナーっていうか、もうリスナーやってる時点で変態みたいなもんだから。リスナーが変態、うん、そう、もう全員変態だから。意味がわからない。うん、全員変態だから。うちんとこは10人ぐらいだけど、みんな和気あいあいでやりとりしてますよ。うんうん、あ、そうなんだ。うん、それ禁止してないから、うん、みんなで仲良くしようねっていうのが私のモットーだから、うんうん、だからエロ話した後にいじめについてってタイトルに変えたりとか。ああ、真面目な話なんだね。うん、でもローションペペで笑ったりとか。なるほどなるほど。だから幅が広いんだね、トークの。辛い話を笑いに変えるのが私のモットーですね。過去を笑い飛ばせっていう。辛い過去とかいろいろあったの。ありましたね。ちょっと聞かせてよ、なんか、まあ、例えば。いや、虐待までいかないけど、続けが厳しいお家で、お家で叩く母が、無知で叩くんですよ。無知というか、プラスチックのボトルで調べじゃないですか。それで、お給を据えられたりとか、跡も残ってて、それを思い出すと、分かる。今の優しいお母さん、今は優しいお母さんなんだけど、過去には鬼ババア、クソババア、クソババアだったの。クソババア、なんかこのクソババアって言い続けて、心の中で、それでパニックオーサーになったの。おー、それでパニックオーサー。だから、お母さんの前ではいい子でいなきゃいけないけど、クソババアって思いながら、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさいって言って、その立場を通る旦那さんを家の中でしなきゃいけなかったので、それを父は止めてくれなかったんですよ。無口な人だから。一人っ子だったの。いや、兄弟いる。妹がいます。妹結婚してますよ、父さん。幸せな家庭を。ああ、よかったね。はい、ね、で、妹の旦那が私とタメで、のりさんって言うんですけど、のりゆきさんって言うんですけど、あんま個人情報は、のりさん、のりさん、だから、トンネルズみたいに、あ、のりさん、だから、ためごちあんまり名前とかやめた方がいいから、個人情報気をつけた方がいいよ。やっぱり、みんな下心持ってるから。いや、上心を持ってください。下心じゃなくて、上心を持ってください。大丈夫、大丈夫。どういう感じなんだ。変なこと言ってないですか。全然大丈夫だよ、全然大丈夫。MC ワードとか、あ、大丈夫大丈夫大丈夫。気にしなくていいよ、俺が止めるから。そういう時は。いいよいいよ、普通にしてて。あんまカメラ意識しなくていいよ。やっぱ、あの配信者の方がいいかな、ちょっと。ちょっと手前に置かせてもらって。ありがとう。うん。いいよ、いいよ。
食べていい食べていい全然食事はみんな飯テロって言って飯テロそうご飯を移すと喜ぶからやっぱり何でもテロ明日から明日から何でもテロだからシャンディが来るからシャンディが来るから超うまいよこれ、うん、お通しみんな食べろって言ってるお通し見えるお通し見えるお通し大丈夫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 いただきみんな食べてるところみたいだ、はい、あのやっぱね食事とペットとやっぱ鉄板なんだ猫そう猫にゃんことか、はい、だから猫を部屋虫出てきて、はい、その時にスランプで、うん、でしょでしょ、うん、猫と食事は基本あそうなんだ、うん、犬ダメなんですね犬に好かれないあそうなんだワンちゃん苦手なんだあの小さい頃にマラソンしてたら、うん、大型犬に飛びつかれたことがあってああトラウマなんだそれで、うん竹ぼうきで近所の人が追い払ってくれて、はい、無傷で、まあ、噛まれたりしなかったんですけど、はい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 、あの、それでトラウマ、あの、スピッツとか、うん、ミニチュアダックスとか平気なんです。ああ、小さい犬はね、大きい犬が。うん、大型犬は無楽。なるほど。なんか、大型犬はみんな怖いっていう、うん、飛びかかられたら、うんアウトだなっていう、もうやられちゃう。だから竹ぼうきの人が来てくれないと助からない。うん、なるほど。思っちゃうから。タバコ吸っていいですか？いいよ、もちろん。食べてる途中だけど、ね。もちろん、もちろん。ライターちょっと。うん、いいよ。じゃあ来年は職場行かな。あ、ちょっとライターあげます。うん。面白い。だってなんか。食べてんの？ね、お疲れ様です。いっぱいした、いっぱいした匂いがしたから。あ、タバコね。タバコうまいよね。タバコね、今日は特にタバコね、マーベさんと食事だから。うん。いや、ありがたい。リバイス毒ですね、これ。あ、これ。旗本博、エイリアンズっていう曲カバーでやってるの知ってる？あ、知ってます。あれ大好きだよ。てか、キリンジを見出したのが、化石サイダーっていうラッパーなんですけど、あ、そうなんだ。私、化石さん2度会ってて、顔見知りで、うん、あ、そうなんだ。これからもよろしくお願いしますって言われて、うん、で、覚えててくれて、うん、で、昔の10年以上前の写真見せたら、うん、こんな昔からファンだって言ってくれたんですか、ありがとうございますって言われて、うん、化石さんは、あ、化石サイダーのサイダーブルースって YouTube で検索、うん、化石、化石サイダー、はい、化石サイダー、化石サイダー、あがちっちゃいです、化石サイダー、化石、化石セコの化、化石セコの化、化石セコの化、マイクマイクのさ、マジプロだもんね。何の人間？何点点でだ。ああ、小さいよ。で、YouTube で検索すればバカバカ。カメラの方がよか。なるほどね。化石サイダーが好きなの。あ、見出したか。キリンジュ。キリンジュかっこいい。ナムコで働いてるんですよ、バイトで。みんななんか仕事仲間で、うん、でキリンジュが、うん、化石さんまだインディー、インディーっていうか、メジャーじゃない頃に、こんなの使ってるんで買ってくださいってポンって渡されたのが、気になって、で、これはいいミュージシャンだってことで。いや、キリンジュやばいよね。やばい。やばい。いや、キリンジ、オープニングアクトの頃、あの、お兄さんがまだいた頃、T シャツをインにして、シャツインだった。シャツインで、お兄さん真面目すぎるからやめちゃったんだと思って。だから、化石サイダーの前座、あの頃から仙台までに、仙台を出発しました。浜田さん。配信見るようなきっかけは何だったの？スマホいじったの。おぉ、ふわっちを見つけたの。見つけた。最初誰見たの？誰だろう。のりすけさんかな、ドラえもんの人。あ、はい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 。あの人すげえ優しくて、全部のコメントを言ってくれて。で、必ず、
あ、カイホーちゃん、カイホーとか言ってたハニャーって言ってたこんにちにゃーって言ったらカイホーこんにちにゃーとか塗り捨てにしてくれたら嬉しいと思ってドガちゃんから塗り捨てさん、はい、のリスケがひらがないや、塗り捨て知ってる人多いよ大体塗り捨てで伝わると思う塗り捨てさんの配信見てこんな楽しいバカな人がいるんだと思う面白いよねでも素顔もさらしてて、でこの前新米配信で首遣い食ってシャリで行ったら職質が来られちゃってすごいですね無糖化でパソコン広げてたから、うん、職質生職質を見てしまってすごい笑って。で、組塚公園って言って懐中電灯忘れちゃったんですよ自分だから真っ暗で見えない僕は去年は PR だから出直すって言ってでもビビリだから出直せないかもしれないとか言ってだから中西マンさんと一緒に行こうかなってロードは去年は行ってた中西マンさんと音楽詳しいんだね音楽詳しいんだ音楽はマネージャーとかやってたんでマネージャーやってたのそう営業営業ラボディーで35くらいあ音楽業界にいたんだスタヤとかハワレコとかあと山の楽器とかに売り込みをかけるんですよじゃあ自分の手掛けたアーティストで関わったアーティストで売れた人いたイメージソウルイメージソウルヤッホーバンドヤッホーバンドレゲエですレゲエイメージソウルはカレオテクノなんかあれで、はいはい、1.4 をやるために23プロ積んだら23プロになったっていうのは TNL のプロモーターってことだよね、だから音楽が好きな人が好きです、うん、積み上げぐらい、うん、だからミュージシャンが多いと付き合いと楽器弾けない人はいなかったと思う付き合った人の中で天才必ずギターを弾けます、ね、ギター弾ける人がもうなんか付き合った人はみんなミュージシャンはい、うん、そうなんですねみんなじゃないもうほとんど青学の大学院卒の外資系のエリートサラリーマンとかもういたんですけどもう一回聞いて青学の青学の大学院卒でクジラの研究をしているクジラの研究をしていた外資系の会社に勤めるエリートサラリーマンと付き合ってたの6個下すごいねなんで別れちゃったのその人いやエッチが合わなかったからどうしてエッチ合わなかったの指導すぎて痛くなっちゃって私が我慢できなくて結婚に急がれて親に合わせる親に合わせるってうるさくってクリスマスクリトリスいやいやクリスマスあクリスマスかクリスマスですよそんな NG ワード言わないしあごめん、ね、クリスマスに、うんなんか下側のシナプリかなんか取ってくれてすごいじゃんそしたら次の日の朝に親に会うって言われてうんち行ってそしたらそれからなんかもしもしお母さんお父さん今日彼女連れてくからって言ってそんなこと言ったら親が急で大変でしょバタバタでそうだよね準備とかあるじゃないですか人が来るのに掃除しなきゃとか料理美味しい料理豪華な料理作って出さなきゃとかそういうところに冷や回らない人なんですよね結婚って言ってもちろんやるのは大変急ぎすぎられてたのに私がついていけなくてごめんなさいなるほどやっぱね、解放はね、なんかあれなんだよ、見る目があるんだよ。そう、そう。だけど解放のレベルに男がついていかないんだよ。いやそういうことでしょ。結局冷めちゃうんですよ。じゃあ15件ならいいのか。なんかちょっと好きになってもすぐ冷めちゃうんだよ。いやそうじゃない。どれくらい？何かが2年とか。本来全部やんなきゃ。でもその結婚急がれた彼氏は半年我慢したけど結婚急がれすぎてやっぱ結婚してってみんな言ってくるのはいなるほど漫画とか好きなの
あ、キャッチ好きな人。キャッチタッチタッチ。ケースにしてた事情が違うからっていうのはあるかもしれない。だから手を伸ばして受け取って、食べ息の鼻だけ束ねた向け。懐かしいね。その世代、42はタッチですね、小6の頃、うん、だからタッチだったら、うん、見ないで書けない。みなみちゃん、みなみちゃん書けない。タッちゃんも書けない。タッちゃんも書けないですよ、はい、ちょっと筆は落ちたけど、うん、見ないで書けない。タッチは名作だよね。もう、うん、もう名作だよ、ね。うん、あのセリフとかもさ、あの達也がさ、和也の前にして、あー、もう泣けてくるね。もう泣くな、泣くな、化粧崩れるから泣かないでくる。化粧崩れるとまず、あれはすごいよ。うん、あ、だから、みなみちゃんが大泣きするのに、うん、あのガード下に行くんですよ、うん、で、ガード下でこうやって、ね、大泣きしてて、声が聞こえないように、うん、もう、あれ見たら、うん、アニメでも、うん、単行本でも、昔泣けるアニメ多かったよね。あの、なんだっけ、メゾン一国とかさ。ああ、もうね、うん、それは、うん、あの幼馴染のツタレがハマってて、うん、だからタッチ対メゾンみたいな。あ、まあまあまあ、時代的にね、うん、そうそうそう、うん、いや、タッチの方がすごい。いや、メゾン一国だ、はい、いやいやいや、タッチの方がすごい。あと、ラムちゃんも好きです。ラムちゃんね、あ、大宮明日ね、あの大宮のビアトツ明日です。あの、リアトツ明日してくれる人は LINE ください。なるほど。ちょっとでもどことなくみなみちゃんの雰囲気ある、はい、ちょっとね、どことなく、うっそ、朝倉みなみ感は、うん、うっそ、どうしよう、鳥肌立ってる、うん、2% ぐらい、 2% 少ね、少ね、 2% ぐらい、 2% 少ね、せめて耳とか、せめて20とか、耳とかが朝倉みなみにそっくり。あ、みなみだわ。みなみです。調子こいつすみません。みなみ、たっちゃんが好きです。ね、あと寝てるところに、達也が寝てるところにキスするシーンがあるんですけど、それも名作ですね。わかんないな、そうして。知らない。どういう意味？知らない。なんか、たっちゃんの部屋に、あの、もう達也は死んじゃって、いなくて、うん、でも好きなことは伝えられない、うん、悟られないみたいなから、うん、かっちゃんが爆睡してるところに、うん、みなみが勝手にというか、うん、みなみからキスするんです。へぇ、どんな感じのキスなの？いや、軽め軽め軽め。軽めどんな感じ？ほっぺに、うん、ほっぺに、ほっぺに、うん、あー、めっちゃセクシーだわ。そうなんだ、めっちゃセクシー。ね、でも、実は達也は起きてて、それに気づいて、気づいてたのよ。実は、実は寝たふりしてた。そのリストバンドかっこいいね。いや、カメラに見せてあげて。消えてるね、うん、これ、あれじゃん、あの、でこれ リストバンドなんか出してたんだ。いや、うん、景品これ、うん、ドリンクホルダーと、え、ちょっと待ってドリンクホルダーを腕に巻いてんの？はい。すげえな、ファッションセンスやべえな。一応、手首は細いんで。はいはいはい、うん、確かにね、ペットボトルより全然細いもんね。だからドラム缶、体はドラム缶なんだけど、うん、一応ドリンクホルダー腕に巻く、うん、でもこれかっこいいよ、うん、すごい、たぶん俺もほらアメスピ吸ってるからめっちゃ羨ましいわ。これタバコ止めるやつ、タバコ止めるやつ。え、それも何？あ、これもアメスピなんだ。これもタバコホルダー、あ、こっちこっちこっち、タバコホルダーをリストバンドにしてるんだ。そうそうそう、すげえな。で、あと部屋を、はい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 、これは頭、ファッションリーダーだね。いや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 、そんな、いや、配色がかっこいいよ。いやいや、それはアメスピの力ですよ、うん、私の力では、ね、あと夏だから、うん、夏らしく青、うん、また、本当はペンソールの色、うん、の方がタイプなんですけど、うん、それは出てなくって、緑のやつ、グッズあんま出さないんだよね。なんかやっぱ青だよね、うん、あ、ですよね。青がね、多分新作で新しく出してるのは力入れてるんだと思う。あ、そっか、緑出たら、うん、
ヤフオクで買うと思う、何万とかで。で、なんなら説明から欲しいなと。まあ、個人的な意見どうやって押すってんですか。あ、結構な、結構だからもうやっぱね、これからの配信者だから応援していきたいから。ありがとう。俺写すよりもね、解放さん写した方がいい。解放と言います。ひらがなで解放。呼び捨てでお願いします。あの解放さんとかいらない、ちゃんとかいらない、呼び捨てで。ふわっちの配信者でしょ。ふわっち配信者だよね。はい、ふわっちのみです、うん、ふわっちで配信してるから。まだ1週間新参者です。まだ1週間しかやってない。でも毎日やってる、昼夜。仮にそれがずれて、要は前回前が各部署がルーキー、これから現れた。いや、ルーキーなんて。そう、でも荒野ともコラボしてたよね、1週間ぐらい前。昨日。昨日か。何、荒野とはなんで会うことになったの。いや、なんかやった上でやっぱりここ放送見てて心配になっちゃって、手首に3日の跡あるじゃないですか。嘘、あるの。縦のやつとか体の方があるんですよ、あいつ。はい、だから精神不安定なんだろうなと思って。やっぱメンタル持ちだとそういうの心配になっちゃうんですよ。なるほど。で私が行かなきゃ。で、お母さんみたいな気持ちになっちゃって。はい、血のつながらないお母さんみたいな。お母さん心配だわって。静岡だから遠いし会えないから、子供の向かうと。そうだよね、うん、だから、うん、まあ川内、あ、あ、大先輩やどんは南浦はって公表してるから、うん、で、私川口だから15分ぐらいなんですよ。あ、そんな近いんだ。すいません、僕だけあるから30分ぐらいで会えるから、まあ、飯でも荒野、あの、おごるし、お小遣い、お小遣いといっても、親が出るお小遣いで3000円ぐらいで、3000円あげて、お小遣いから、ちょっとランチしない、それからまあ夜飲まない。はいはい。で、なんか相談聞くよみたいな。なるほど。相談聞くよなんて偉そうだけど、なんか心に抱えてる闇を吐き出せば、もっといい人。荒野嫌いって結構いっぱい言われてるじゃないですか、うん、だけど荒野って実はいいやつなんだなって思ってくれるように、うん、なんか荒野の好感度上げようと思ったんだ、うんうん、ありがとうとごめんなさいは何回言ってもいい言葉だから、うん、怒んないで、そこはグッと我慢することとかを覚えて、やっぱ21で社会経験バイトだけだから、はいはいはい、やっぱね、礼儀がなってないんですよ、うんうん、いやでも昨日は、うん、あの、何カレーの店連れてっちゃったらカレー全然口つけなくて。カレー嫌いなのかな、辛いの。わかんない。てか、何のプレーンが好きなんでって。何だっけ、でっかいもう顔のこんなナン、こんなナンを、カレーを一口しか食べないで、ナンだけ食べて、え、カレーつけないのって言ったら、いや、俺プレーンが好きなんでって言って、じゃあカレーいただくね、なんかお店の人に申し訳ないから、ダイエットするけど、じゃあカレーいただくねって言って、私はカレー2杯食べて、で、あとは酒とタバコだけ、酒は3杯か4杯飲んでて、うん、ウィーってなって、うん、で、結構口調も荒くなってて、なんか配信だと荒いんだけど、うん、実は素朴な青年、ってことを知ってほしかった。なるほど、うん、だから言葉数は少ない、うん、実際会うと言葉数少なくって、コミュ障、実はコミュ障で、人見知りで、でもいいやつで、でも配信だと悪いやつになってる、なんていうのかな。わかんないけど、まあ、普通に考えてたら、だから誤解ときたかった。あ、この子はこんな子じゃないと。そう、お母さんはね、うん、いや、血つながってないとおかんじゃないけど、年としては、うん、私が二十歳前に結婚してたら、産んでたら息子だから、うん、あ、なんだ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 。いや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 、だけど、うん、勝手にだけど、うん、すっごいエロい話だね。エロい？いやもう全部エロい話に聞こえてきた。こう
え、何が入ってすごいセクシー。いや、母ですよ。いや、もうなんかセクシーな話に聞こえるんですよ。母がこう思う気持ちですよね。子供産んだことないのに。セクシー女優だわ。違いますか。何だそりゃ。何だそりゃ。前の結構欲しいじゃん。なるほどね。いや、女優じゃないです。本音しか言わないもん。私、嘘が苦手で、うん、だから誤解生んだりとかしないように生きていきたいっていうか、うんうん、だから誤解生んじゃった子をそうじゃないんだよっていうことを伝え、まあ、おせっかいなんですね、うん、おせっかい親切なんだけど、それをどうぼーっとしちゃっておせっかいにしちゃって、結局嫌われちゃったりすることもあるし、それでありがとねってなることも、親切になることもある。なるほど。うん、難しい、その度合いが、度数というか。ちょっと引くぐらい忙しいでしょ。あ、今日つけまつけてます。だからね、地まつげはね、短い。うん、地まつげは短くて、メイキャップアーティストなんでしょ。はい、で、うん、ネイリストで、うん、でそのメイクのメイクは長いの。が、あの30過ぎてからメイク、あのトータルビューティー化っていう、トータルビューティー化なの。はい、で美を追求するみたいな、はい、でメイクとネイル。じゃあ化粧配信とかすごい人気出るんじゃないの。あ、そうだから、うん、インカメで広角レンズが必要だって言われて、うん、広角レンズっていうのが何のことか知らなくて、うん、で、こうやって見始めて教えてもらって、うん、で、1000円ぐらいするけど100均でもあります、ちっちゃっちいのならって言われて、あ、広角レンズって広角じゃないのっていうなんかダジャレみたいな。100均であるんだ。ネイルを、ネイルを、手を、ネイルね。ありがとう、ネイル見たいってあったから、うん、そうね、顔とね、ネイルを、うん、そう、トータルビューティー化っていうのは、その、いつ目覚めたの、その美しさに。いや、それは高校生ぐらいから、うんうん、あ、もうネイル大丈夫だよ、ありがとう。自分でマニキュア塗ったりとかして、自分でマニキュアを塗って美に目覚めた。はい。おー、あの中学の時はお母さんうるさくてマニキュア塗ったりしちゃダメって言われて、はいはいはい、それブログとか書いてるの。いや、ブログはミクシーやってんだ。ミクシーは放置ですよね。ミクシーを、すごいやってたのは5年ぐらい前かな。でもやっぱ美しくなりたい女性っていっぱいいるじゃん、はい、そういう時一番気をつけた方がいい、そのなんだ、なんだっけ、美容、なんだっけ、なんだっけ、研究家じゃなくて何かって言ってたの、美容家、トータルビューティー家、トータルビューティー家としてはまずどこを変えなさいっていうアドバイス。いや、みんな素材はいいもの持ってるから、うん、素材引き出すのに、例えば、くっきり二重の子が紫とか水色のアイシャドウ塗っちゃうと毛がい女になっちゃうんですよ。水障害の子になっちゃうんですよ。はいはいはい。逆にあの一重とか奥二重のシラスみたいな目の女の子は幅広く濃い色を塗った方が目が入るんだ。そうだけど、で、つけまかエクステンションって髪だけじゃなくてまつげに、うん、はいはいはい、あるね。それエクステをやると、うん、すごい目で、うん、印象って目で変わるじゃないですか。ほうほうほう。寺山さん、変えてくださいね。目、ちょっとカメラに寄ってみて。目、うん、塗りすぎ、うん、なるほど。このポイントはどこなの。これは、私は一重か日によって奥二重になってるとか、あ、体調によってね、はい、うん、変わるので、うん、その日によって濃いメイクにするか薄いメイクにするか、うん、あと服に合わせて、あ、そっかそっか、服もあるのか、女性、そうそうそう、服の色とね、カラーと、あと夏らしくってことで水色にします。なるほどなるほど。で、つけまつけて、エクステだと、うん、相当厳しい、お金かかるし、ね、取れてく段階がね、汚いんですよ。取れていく、抜けていくんですよ。あ、そうなんだ。だから、
バッチリ60本つけました。もう目パッチリですっていう状態がいいんだけど、徐々に抜けてきて、なんかハゲみたいな、うん、10円ハゲみたいな、はいはい、まつげの10円ハゲみたいなのが、うん、20円ハゲ、50円ハゲみたいになって、うん、マスカラで必死に隠すみたいな、うんうん、でもマスカラと、うん、あのクレンジングのオイルが NG なんですよ、うん、エクステントって最適なんですよ、うん、最適って標的なんですよ、うん、あのオイルやると取れやすいよっていうので、うん、でも肌を考えるとディープクレンジングって言ってオイルでやってあげた方がいいですね。だからその狭間で戦ってて、私は100均のまつげです。100均なのそれ。100均100均でそんなパッチリなの。すごいね、100均でこんな。100均ダイソー、こっちの方がいいかな。ダイソーで、うん、10種類ぐらい売ってて、うん、それを端から端までバーって買っていって、うん、パッチリだね。100均でもこんなにパッチリになるんだね。で、私やっぱつけられてるから地まつげって驚かれて、うん、地まつげにマスカラって言われて、うん、いやそのまつげに100均つけまだよって言われると、うん、嘘とか言ってみんな喜んでくれて、うん、でつけ方がわかんないって言うから、うん、のりを、あののりは100均だとあんまダメだから、のりはちょっとマスカラとかサンドラックでいいのかって、はいはいはい、で、なんだろうな、のりはちょっといいのかって、つけまは、あ、いいです、こっちこっち、はいはい、なるほど、のりはちょっといいのかって、つけまは100均で、うん、でね、つけ方は慣れ、うん、慣れですね。初めからうまくつけられる人なんていないから、昨日まで、それは慣れで、つけ方が分からない人とかいて、わざと大きくするために目尻をはみ出すつけ方もあれば、目立たないように私みたいに自然に見えるようにね、自然だよね、地まつげに見えるでしょ、地まつげにますから、すごいね。いやもう地まつげなんてしょぼしょぼですよ。ビューラーでギュ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 って言って反り返るとか言っちゃう、反り返らせて、でどうにかマスカラをロングとボリュームを重ねて、どうにかファーッとやるようにするんだけど、やっぱつけまは命です。やらせなきゃいけないだから常に、で、おろしやって当然でしょって言ったら、もう俺の仕事もやってくる。僕なり寺川さんなり、これ SK2 の限定、この中につけまがいっぱい入ってるの。いや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 、これはやって当然っていうのは、やらせる人間はこれ100均、これメイク道具、はい、やって当然、へー、ロスですよ、ね、ロスなんだ、これはカラー、あーすごい、あ、大丈夫、はい、あーあーめっちゃ負けた、大丈夫、あー後で、うん、それ言っていい、それは高橋、こんなハプニングだね、ハプニングだ、はい、おー、いや、それ客観的じゃないですか、やってきたこと、経験があったらこそ言えないんです。そこって例えば俺の言ってなかった、ノリはこれはおすすめです。これなんて言う、それは評価されてて、いいよいいよ、ゆっくりでいいよ、あ、慌てちゃった、当然ですよねっていうのを言う人がいると、ブラシが落ちた、こういうこと言うやついるんだったら、僕はだったら次もやったら、テレマさんなんて、なんか言われてへそ曲げる人じゃないじゃないですか、だったら俺がやってお前黙らせるわっていうぐらいの人なんですね。人には厳しいからね、入ってて。そうですね。それはあります。もともと優勝部ですか、結構言います。あー、コルゲート。テラカーでやっぱ。これ、スイスの航空会社に勤める CA さんの友達がいて、これくれたの、かわいいから、シャメを送った、パドソンに。そうだっけ、うん、イラスト。ああ、はい、はい、うん。何話してたんだっけ。
そのトータルビュー、スケマだもん、なんだっけ、トータルスケマ、スケマね、スケマ、俺は男だから分かんないから、スケマノリはルアン、自分なりなきゃいけないっていう、プレッシャーは自分にもかかる、あ、まあ、そうなんだ、先輩にやって当然でしょって言って自分がやれなかったら何だってなりますし、ルアンのアイラッシュフィクサー、かっこつけまつげ用接着剤っていうのがおすすめで、マツキヨ専門でやってます。マツキヨにしかないです。マツキヨ専門なの、はい、株式発売源が株式会社マツモトキヨシになってるから、マツキヨ限定、これは最強、マジ最強、これがあればつけまは誰でもうまくつけられる。あと、これは1000円ぐらい、1500円、2000円しない、DH と AFP だけど、うん、いや、求めてないんじゃないんですよ、やっぱ窓口として、案に思ってるんですよ、絶対。これ100均で、ラウンドワンのいとこのお兄ちゃんにもらったやつを、ここにね、ほら、通すのがすごく思わないとダメです。だから、これだけだとゴソゴソさがすごい。上げたから上げてないじゃないですか。で、これをパンって開けて、こっちやったら本業はさ、トータルビューティー、なんだっけ、はい、ごめんね、なんだっけ、あの、名前忘れちゃった、まだトータルビューティー化、トータルビューティー化っていうのが、あの、本業みたいな感じの、そうですね、トータルビューティー化、うん、あと写真も撮ります。あ、写真家でもあるんだ、フォトグラファーでもあるんだ、はい、で、絵も描けるの、イラストレーターでも、はい、多少ね、わかるかな、ツヤ出たの、ツヤ感出たの、もうちょい寄らないとわかんないかもしれない。あー、出てるね、出てるわ、真ん中に塗るといいです。真ん中に塗るんだ、端の方には塗らない。いや、端まで塗ると、うん、端まで塗るとしつこくなったりとか、うん、食べ物食べた時にベタベタするから、うん、だから真ん中がいいです。真ん中、真ん中の方に、真ん中にポンポンポンってやって、うん、パッパッてやるの、これ OK。 今化粧直しもできた、ね、一石二鳥、若い子とか分かんないもんね、初めてメイクする人とか、ね、透明と、うん、色があるんで、うん、今日はナチュラルに行きたいなって時は透明、透明白をやって、今日はちょっと色つけたいなって時は、うん、あの赤い唇の上にこれやるとよりセクシーに見える。かわいいね、100均で売ってんだ。そう、これまとめ買いして、仲いい子にはタダであげたりしてる。かわいいね、サフトクリーム。100均に見えないでしょ、ぶっちゃけ。見えない見えない。うん、てかまあ、化粧品俺ら分かんないから、男だから。なんか、わ、かわいいソフトクリームの模型って思ってたら、うん、俺おもちゃかと思った。パカって開けたらグロス入ってる。うわ、お得みたいな。お得？お得な感じみたいな。ただの模型っていうか、おもちゃみたいな、キーホルダーみたいな、うん、あの男の人はフィギュア、フィギュアじゃないですか、うん、まあこういうの部屋に飾ってみたいなっていう、うん、まあ女心ってあるんですよ、可愛いものを集めたい、部屋、ね、結構コレクションするの、どんなものをコレクションするの。猫グッズです。猫グッズだ、はい、猫のバッグ、猫のメガネケース、猫の、うん、あ、スマイル、タオルもそうだ、今日、うん、ゆっくりで大丈夫ですか。大丈夫ですよ、配信切れないんですか。大丈夫、延長があるから。あ、猫のメガネケース、それは、はい、ちょっとメガネかけてみてよ。でもメガネ好きな男子多いから。あ、私メガネ男子大好きです。あ、そうなんだ、はい、うん、畑元博に足りないのはメガネなんですよ、うん、あ、似合う、あ、本当にすごい似合うメガネ。あ、雰囲気変わるね、メガネかけると。あ、ちょっとできる女に見える。ねえ、やっぱ印象変わるわ。あ、本当だ、ね、うん、100均、猫タオル。100均多くない？100均多い、うん、100均大好きな、100均大好き、掘り出し物大好き。ダイソーが好きなの一番。いや、キャンドゥとシルク、うん、女の人キャンドゥ好きだよね、うん、うん、マイナーな100均の方が掘り出し物が多いから、うんうん、これはほら、いや、かわいいね、ハンドタオルね、うん、はい、うん、それ高い、でもプライド高いのうまく使って、
大丈夫ですかね、私のトーク。いや、いいと思うよ、うん、いいと思う。いや、こうやくんがあんまり話してくれなかったから、うん、私とだから画面と喧嘩してて、いや、フィーリングでしょ、フィーリング、フィーリング相性みたいなのあるから。あ、そっか、うん、だから、こうやくんと話したのは、うん、あ、なんとかなのって言ったら、いや、そうっすね、あ、そうっすね、あ、はい、いや、それは違います、あ、まあ、はい、人見知りあるかな、ちょっとな、うん、だから、おかんのつもりであってっていうのは、DM で言ってたから、なんか、うん、うん、あ、そうだ、なんかオーラが出せるとか言ってなかった、あ、手ハンドパワーを持ってます。へー、マッサージするとみんな寝ちゃう。それハンドパワーの、わかんない リラクゼーション能力で、そのハンドパワーに目覚めたのはいつからだ。いや、なんかネイル始めてから。あ、でも肩こり、親の背中を固定してたんで、それが、あ、すっきりした、ありがとうって言われるんだけど、それが時間短くっても、すごいすっきり度が違うらしい。いや、なんか俺、解放の才能すげえなと思って、ハンドパワー持ってるし、トータルビューティー家だし、ミスターマジックじゃないし、イラストレーターだし、フォトグラファーだし。いや、過去、元ですよ。元、あ、今トータルビューティー家だもんね。はい、うん、だからグラフィックやってたのは27の時だから、うん、なんか絵があるの。いや、違う、何、坂口さんの名言写していいの。はい、うん、女版リリー・フランキーになるっていうのは、何、リリー・フランキーになりたかったの、将来は。はい、女版の、女版、二十歳の頃に宣言して。ああ、女版リリー・フランキーになるって書いてあるね。はい、ノートも絵にも写しちゃって大丈夫です。ノートも写していいんだ。はい、で、上が坂口恭平さん、うん、あのネットで電話番号をさらして命の電話っていうのをやってる。リリー・フランキーの女版ってちょっとイメージできないんだけど、リリー・フランキー俺も好きなのよ。はい、元イラストレーター、イラストレーターでおでんくんとか書いてんだけど、うん、イラストでコラムとか書いて、うん、スマップの、ラジオの放送作家もやってて、うん、映画でマルチタレントみたいな、そう、役者もやってて、うん、で、CM をヒーノの2トン、ヒーノの2ターン、うん、ああいうマルチな才能に憧れるんだ。はい、うん、俺もわかる。リリー・フランキーかっこいいよね。うん、あのね、おじさん苦手なんだけど、うん、リリーさんだけには抱かれたい。リリーさん一回会ったことある、コネティカって。あのテレビ局の知り合いがいて、うん、で、ポリコミラクルタイプっていうのがやってる時に、うん、あの、美術さんが知り合いだったんですよ、うん、で、うん、普段はコネ使わないで芸能人に会うんですけど、うん、よいしょこの時だけはどうしてもお願い切って大道具さんに頼んで会わせてもらって、だから楽屋までは入れなかったんだけど、うん、なんか、あの、番組撮り終わった後に、あの、通り道、楽屋の通り道に立ってて、うん、で、大丈夫なようだったら声かけて、手紙とサイン、うんうん、あの、東京タワーにサインもらって、手紙を渡せる。でも本人の機嫌が悪かったり、まあ、忙しそうだったら遠慮して、うん、まあ、手紙だけ、あの、美術さんに頼んで、まあ、人捨てで渡してもらおうかなって言ったら、そしたら、ご本人が、私の目を見て、うん、あの、美術さんから紹介されたの、のもと、のもと。あ、本名ダメよ。あ、解放ですって言って、はじめまして、解放と申しますって言って、うん、前からファンですって、この、今、ドキドキしてるんで、気持ちが伝えられないんで、手紙に書いている。あの、ラジオの深夜枠で、
TR2 っていうのが J リーグであって、それがヘビーリスナーだったんですね、私。深夜2時とか4時にやってて、夜中にエロ話で大爆笑してたりとか、投稿して読まれたりとかしてて、でそれで、いや、真面目なように見えるけど、実はエロ話で読まれてて、実は知り合いなんですよ、みたいな、はいはい、知って。私のこと知ってたんですよ、読んでたんですよ、私の文章を、みたいなことを、どうだし、いいすごいだろう、へーへーへーみたいなことを、ね、はい、そしたらおでんくんの絵描いてくれて、サインだけじゃなくて、でお名前はって聞いてくれて、うん、明日お名前だけなんで大丈夫なんですけど、まゆみさんへ、まゆみですって言ったら、まゆみさんへって書いてくれて、もう泣きそうっていうか、泣いたら迷惑になるから泣かないけど、鳥肌立っちゃって、指が、もう手が震えちゃって、受け取るのよっぽどしちゃって、あ、すいません、すいません、すいません、みたいな。ありがとうございます、すいません、ありがとうございます、すいません、みたいな。ごめんなさい、すいません、ありがとうございます、みたいな。謝ったり、なんか。うん、喜んだりとか、忙しい、感情が忙しくなった。なるほど。全然切れないんで、ずっと続けられるんですか？俺はずっと続けられる。あ、買ってるから延長チケット。買うんですか？買うの、1枚50円。あ、安っ。うん。買えるんだ。うん。へぇー。買えるの。知らなかった。まゆみを映せって言われてる。まゆみが見たいみたいな。みんなまゆみを映せ、まゆみを映せってすごい。私なんかでいいんですか？なんか。やっぱ、みんなまゆみに、まゆみに下心持ってるから。マジで？マジか。ファンサービスしないとね。ありがとうございます。あ、もう喜んでるわ、リス。本当に、うん、こんなんで携帯すごいなるね。なりますね。いや、だからあのエステの人かもしれない。お休みのキスの LINE が動画がとか、うん、なんか心配してくれてるから、だからチャコゴンチャコゴンになってます。ちょっとワンマさんに会うって言ったら、うん、ちょっとやきもち焼いてて、うん、あ、彼氏、元彼か？いや、元彼じゃなくて、あ、エステ30万、エステの30万を融資してくれる人、うん、だからどこに泊まるのって言われたから、スーパー銭湯って言って、スーパー銭湯だから男女別だよ、安心してって。ね、俺とホテルに泊まるって言ったらね、やっぱ、いや、激おこですよ。激おこになっちゃうもんね。てか、多分川越来ちゃうと思うよ、と思うから。あ、そうですか。あ、川食べていいんですか？楽しい。いただきます。グルメリポートです。鮭の皮です。俺が食べた鮭の皮です。皮にもね、栄養があるから、それを飲むよ。鮭の皮です。あ、鮭の皮にも栄養があるから食べた方がいいです。あとレモンいただきます。大根と、うん、レモンと大根ね。たくあんとレモンと大根と鮭の皮食べて太りたくないんで。これまゆみちゃん全然食べてないよ。今まゆみちゃんが食べたのは俺が残したたくあん2枚と俺が食べた後の鮭の皮と落とし、大根おろしとお通しと今レモン食べるところだよ。あ、そうです。まゆみちゃんはそう、だってこれ飲んでるから、ね、そうだよね、はい、お酒飲まないんですか？お酒はね、飲まない。あの、格闘技やってるから、打たれた後は、うん、家では飲んでますよね、うんうん、レモンです、食リポです、レモンが来ました。これ、鮭に潰して、こうやってやるんだけど、ビタミン C なので食べます、いただきます。うん、そうなんですか。すっぺ。気がついたら大社長で出資だったとか配属退職。すっぺ。気がついたら商談担当。好感度上がってるね。残さない派は偉い。あ、綺麗に食べるのがモテです。しつけが良かった。いや、まあ虐待されたけど、虐待に似たしつけだったけど、それは親にはありがたいと思って。
うちの親、酒も食べてもやんないんですよ。うん、でギャンブルとかは？あ、全く。全くなんだ。ゼロゼロゼロ。この後どうしようかな、どこ泊まろうかな。酒とタバコやるのが唯一の、酒とタバコやるのが私だけで、不良って呼ばれてます。不良の。うちの不良。不良娘。不良おばさん。どこ泊まったな、満喫か、カプセルホテルか。うん、満喫ありますよ。あるかな。いや、ないとこないでしょ、今。駅で。こんだけでっかい駅で満喫なかったらアホですね。いや満喫あんま寝れないからさ。ああ足伸ばして。そうだね。ああそっか、疲れてるからトレーニングで。ああじゃあ足伸ばせんだったらリクライニングシートだな。別室でもいいですよ、うん、その方は気にしないで寝るから。もう全然一緒でも全然構わない、うん。いや、会社が向かってる方向が、やきもち、やっぱり和道ギャルズがやきもち焼くと思うんで、満喫の別室取ります。満喫で別室取ります。で、和道さんにゆっくりくつろいでいただきたいので、別室で満喫で過ごします。俺と一晩過ごすの嫌なの？ああ、焼き餅焼いてるし、やっぱ先生で、解放が嫌なの？ああ、私がやったわけではなくて、和道さんにゆっくり休んでもらいたいから。トレーニング、スパークリング、スパーリング、スパークリングだね。スパークリングワインじゃなくて、スパーリングで疲れてるから、人気にしないで寝れた方がいいと思うんで。そうだね、エリアにいないと回らないし。てかいいんだろこれ。かっこいいリストバンドだな。これドリンクホルダーなんだよ。おまけ。俺ドリンクホルダーを腕に巻くっていうのはかっこいいなと思ったよ。それはタバコキャップでしょ。タバコトライターを輪ゴムで止めるやつを腕にはめてるんでしょ。そうやってね、ブカブカになっちゃう。いやこれね、直したんですよ。あ、手縫いで。はいはいはい。これつけれます。手首は、うん、あ、俺入らない。このこれだと俺手がでかいから。伸びたから。大丈夫大丈夫。ホルダーはいけんじゃないかな。大丈夫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 だよ、ね、外さなくていいよ。もし気に入ってたらあげるんだけど。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。俺もリストバンド買ったばっかりだから。あ、本当に、うん、あ、てかかっけえ、うん、めっさかっけえ。そうそうそう、自慢してくださいよ、リストバンド。いやいやいや、あ、いや、自爆で言ったもん、さっき。あ、そうなんだ。うん、みんな知ってる。うん、ね、タバコ吸わせていただいてます。うん、いや俺も吸うもん、喫煙するもん。充電できてる。煙いってないですか？充電できてるかな、大丈夫か。 80%。 あー、バッチリバッチリ。ありがとうございます。電源いただいちゃいました。はいはい、ありがとうございます。うん、いいな。だ、携帯映さない方がいい。いや、携帯映さない方がいいね。泥使ってます、アンドロイド。あ、顔を見ますかって言われた。いや、顔を見るのって心配されてる。もう着いたのって、一人で泊まることになってるから心配みたい。サーモン、アボカド巻き、ホモリクラ。モテるもんね、カヤホちゃん。いや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 、はい、男はほっとかない。いや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 、コンビニラーメン、ご一つ、はい、あ、ごめんなさい、さっきキャンセル。ラーメン、ラーメンキャンセル。ラーメンあるんすか？ラーメン食べる。ラーメン食べる。食べ、怒ってないですか、和道ギャルズ。和道ギャルズはもうね、あれだから、みんな、ここじゃないです。ここじゃない、みんな一緒に泊まれとか食べてる。うっそ、ごめんなさい。マジでマウントスベース全然 OK なの。そもそもタクシー使うんだよ、みたいな。意外に川越行ってタクシーに行ったり、終電なくした後はマジで1時間ぐらい
で、もう電車がないのが分かってるんで、ね、終点ないですね。ないですね。さすがに川口は、あ、川口って言っちゃダメなの。あ、川口は駅です。川口、埼玉、川口、か、鳩ヶ谷、フィリピン、ナーフィンさん。和道ギャラズに入る条件は障害者手帳を保持しているか、子供が2人以上いるか、メンヘラか、40歳以上です、はい。障害者手帳出さなくていいから大丈夫、大丈夫。ウサギの方がね、ウサギの方が。和道ギャルズの入会条件は障害者手帳を保持しているか、こぶつきか、メンヘラか、はい。かわいいでしょう。極端に言うとメンヘラクソババアしか入れません。クソババア、クソババア言われた。受けるクソババア、メンヘラクソメンヘラクソビッチではないだけ、ビッチは、ビッチはダメ、まだまだいいですね。身持ちが硬い人じゃない、うん、よくクソビッチって言葉を聞くけど、クソババアってなんかけなす言葉じゃないですか。でも愛情感じますね、メンヘラクソババア。かわいいかわいいメンヘラクソババアが集まってそれが、それを総称して和道ギャルズと呼ばれてる。ババアだけどギャルズ。そう。クラッシュギャルズって知ってますか？知らん。あ、知らないか。やっぱ、うん、一回り違うとね、プロレスで2人組で、ライオネサスカと長与千草が、あのね、チューブの真似して歌う人。歌ったシーズン。全く調整してないのに、僕が撮ってきた手法がたまたま調和やったっていうの気に入らない。前田の声で歌える女がいるんですよ、ショート。両方ともショートなんだけど、長与派と、うん、アルカ派とライオネス・アスカ派に分かれて、ピンクレディみたいな。ピンクレディも分かる。ピンクレディは分かるよ、うん、のプロレスバージョン。プロレスだからちょうどいいんじゃないですか、今ワードさん。プロレスとプロレスではないかね、まあ、リングだから、うん、リングで戦うから、まあ、イメージとしてそれの女バージョンのプロレス、うん、うん、の2人、はいはいはい、イメージとして伝わるのかな。でも僕6月は赤塚さんのために MC と MC じゃないよ、 TH と SZ をやります。とりあえず SZ はすでに8000条先は押さえてます。見て見て、シファ行ってて、うん、MC SZ SZ の8000条先はもう打診してますから。ヤバネケースになんで口が入ってるの。いや、見出し並み、3ヶ月分で8000円。あ、だから、失礼しました。それどこで買ったの。100均洗浄ぐらいしか出てないと8000円のヤバネケース。普段はこういう頭なんですよ、うん、いや、いないもん。設計なんです。これパーマじゃないんで。あ、そうなんだ。チリチリ、はいはいはい、チリチリっていうか、うん、跳ねる感じ。そうですね、跳ね毛ですね。で、これをピシッとオールバックに、うん、なんでオールバックにするの。いや、あの仕事するときに、メイクするときに、うん、自分の前髪の邪魔だと嫌なんですよ、うん。あと、おでこを出した方が幸せが入ってくる、うん、それはなんか眼相、手相眼相とかで、おでこ出した方がいいよって言われて、まあ、斜め前髪とかの方が可愛いんだけど、うん、それは分かってるんですよ。運気を上げるためにおでこを出してるんだ。そう、おー、オールバックドンコニシです。どうもドンコニシです。ハットかぶるとドンコニシです。なるほどね、伝わったかな。伝わったと思うよ、うんうん。4万5000円。体験しようか。どうしたの。暑いでしょ、みんな。すいません、暑いでしょ。背景で涼しい。金曜日に入荷する涼しい。あ、和藤さん見えないか。電話しまくって。お会計で、はい、
今日外勤終わって帰り際に狭山に山電機あるなって電話してもなかったんですけど、夕方入ってるケースもあるなと思って営業所まで行って、営業所まで行ってないっすねって言ったら、あ、いくらですか？3,146円だから安っ。1000円でいいんですか、うん、だってドリンクとあれしかない。申し訳ない、申し訳ないんで1500円。いいよ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 。え、細かい、細いのあります。細いのあるか、回線切り替えたら、いや、3,100?156円あります。164円なんですよ。はい、今うち回線めっちゃ死ぬで安いです。インターネット回線めっちゃ安いですよ。マンションを契約してドリンクネットワークのやつが1,200円なの。あ、ありがとうございます。足湯もらっちゃった、ありがとう、うん、ジャストの方が店員さんも助かるから、うん、あ、お願いします、はい、ですよね。じゃあごめんなさい、時間取ってスイッチを使います。あ、お酒飲んで一服だけしていいですか？いいですよ、すいません。通らないんですけど、深川湾インターで降りて狭山だったら10分で行けるちょっと覗いてみようかな。狭山10分で行けるか。行ける行ける。10分で行ける。すいません。混んでると25分くらいかかります。行ける行ける。それに近いんで。あ、すいません。はい、で言うて、あと言うあ、お願いします。これジャストです。はい、あの領収書これ名前これでお願いします。平和の輪に満ちて。はい。はい。本名なんですか？あ、聞いちゃいけないの？あ、いや本名じゃないよ。え、全然違う名前。全然違う。そうです。全然違う名前。じゃあ介護と同じで全然自分の名前とは由来のないもの。全然関係ない。あ、そうなんだ。うん、まあ俺の本名知らないね、みんな知らないよね。あ、そうなんだ。みんな知らない。俺はもう配信やったから本名ずっと隠してるから。あ、私は解放ことまゆみです。まゆみで呼んでもまゆちゃんでもいいです。解放まゆちゃんでもいいです。解放まゆみでもいいです。名字っぽいよね。何がスプラッシュなの。いいんですよ。今でも余ってる。僕は買わないですね、スプラッシュのために。もう一回 KB。 KB。 残すのが嫌なんですよ。なんか店員さんに申し訳なくて、うん、昼間とつきた解放。そう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 、昼間電話かけてきたでしょ。あ、そうそう、デザインがかっけえ。どうしよう、かっけえすぎるから絶対。ありがとうございます。手に入んないと思ったら欲しいね。っていうかデザインがかっこすぎて伝えられずにはいられなかった。元グラフィックデザイナーとして、うん、だってあれ本場もんですよ。ぶっちゃけ本場もんですよ。素人がやったもんじゃないですよ。いやいや素人だよ。いや素人じゃないですね、うん、セカンドデザイン。はい、ワドさん、あ、皆さんに宣言します。皆さんに宣言します。ワドさんはデザイナーさんです。グラフィックデザインのプロです。いや、マジでマジで、いやマジで。今日あれだから新しいステッカー発注したから、デザイン楽しみにしてて、みんな。ラフ画持ってますか？ラフ画？ラフ画。ラフ画？ラフ画ってあの原材料。ちょっとねデザイン変わったんだけど、あ、これサメソニだ。サメソニも見たい。サメソニはもうあの夏の伝説の。サメソニはサマソニの仲間ですか？まあまあまあ、もうサマソニより有名だよ、サメソニは。配信会では。マジで？うん。配信会のサマソニ？まあみたいなもんだね。サメソニって誰が出るんですか？サメ島さん。サメ島さんって誰ですか？サメ島さんはだからもう、いや、だからサマソニでいうところの矢沢永吉みたいな人だよ。はあ、うん、あ、じゃあ配信してない。配信してるしてる。してる。じゃあ見れるんですか、私も。見れる見れる。サメ島さんという人。サメソニ見れるよ。サメソニを生っていうかのオンタイムで画面で見れる。見れる見れる。あ、サメ島さんフォローしてれば。あ、サメ島さん、世界で一番可愛いサメさんだっけ？長いな、うん、世界で一番
世界で一番可愛いサメさんっていうのが今は。世界で一番可愛いサメちゃん。え、男性ですよね。男性なんで。俺はほらトレーニング後だから超しごかれたよ。今までで一番きついトレーニングだった。ガチなやつだった。動画撮ったよ。超きつかったよ便所さんのトレーニング。あんなハードなのやってんのかっていう。便所さんうめえ。ありがとう、ちかちゃん。明日、大宮でリアドツマツやるんで、よろしくお願いします。あー、いいねしてくれた、便所さん。本当に？いいね、サンクスって私送るのが、決まりなんですよ。ちょっとタメ口っぽいんですけど、いいねが、ひらがなで、サンクスが、サンキューの、サンに X で、わかるわかる。ビックリマークを、今、便所さんに送りました。で、検索で、世界で一番可愛い、サメちゃん、世界。明日、夜動画流します、孤独になっちゃったね。食べ配信またしますよ、もちろん。一万人のリアルさん、今日、かいほちゃんが来てくれたから、あ、出た73人か、今。あ、もしかなんか潰れてんの。あ、じゃあかぶってんのか。今、73人になりました。よろしくお願いします。73名です。あ、すごい、100近い、え、合計は合計73人。あ、俺日本中旅してんの。え、いろんなリスナーさん1万人に会うっていう企画。1万人そうで、今73人。あ、数えてるんですか。数えてる数えてる。なんかかいほちゃん来てくれて、はい、この企画1人。あ、じゃあ72から73。そうそうそう。あ、すっげえ。ありがとう。どうしよう。あ、めっちゃ嬉しい。だから助かったよ。2から3になれたってことですか。そうだよ。いや、すごい。1個。ありがとうね。いやー、いや、私がお礼を言うあれですよ。いや。あ、すいません。あ、どうしよう。箸をね、2本。箸を2本これ、はい。な、どうした。箸を2本。あ、今じゃなくて、後で。煮物。あ、そうそうそう、あ、すいません。はい、カオさんはごつ。いや、煮物、手作りの煮物を作ってきてくれた。スマホがチャカポン、チャカポンです。本当申し訳ない。ごめんね。ありがとう。そんな。じゃあ、帰り支度して。そうだね、荷物が多いから。お姉さん何歳？43歳。42で2か、今年3。来月さん、来月さん。お姉さんって呼んでくれてるし、おばちゃんじゃなくて、うちのリスナーさん優しいから。どんこにしなくてよかった。どんこにしなんかみんな言わないよ。いや、ハットかぶって別のメガネかけるとどういう感じにいけるんだ。雰囲気が、雰囲気がっていうかファッションチェックしそうな感じ。あ、無理に無駄なことを言う感じ。はいはいはい。チャココン、チャココン。ほら、きついな。大丈夫ですか。大丈夫。明日ね、大宮でリアドツマツやるから。明日。この方がうめえ。荷物はね、多分10キロぐらいかな。バッテリーが5キロあるから。で、ほら、スタンドとかさ、三脚ね、三脚とか、あと、グローブとか一式持ってきて、なんか、こまごましたもの、ウェアとか。
トレーニングですね、それも。これもトレーニングだね。ねえ。ネックレス痛くないですか、そんなきつく締めて。あ、痛くない。俺はね、ピタッとしてるのが好きなの。あ、フィット感が大事。うん、フィット感大事。トータルビューティー科で男の子がいて、その子もピタピタでした。うんうん、カオシャン、リアドするんだったら明日の夜、歌舞伎町に戻るから、歌舞伎町っていうか新宿に明日の夜連絡ちょうだい、リアドするんなら。明日夜いる？カオシャン、まだ あれ？テルシャンピンってどこに住んでんだっけ？鳩ヶ谷。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 おお、ごちそうさまでした。どうも、ありがとう。はい、明日帰るんだ。今日最終日。待って。あ、大丈夫大丈夫大丈夫。酔ってないです、うん、あの、うん、荷物が、うん。あ、そうなんだ。大宮来る？じゃあ昼間。大宮来れないだろうな、多分な。ちょっと多いよな。新競馬行く？あ、本当にありがとう。応援して。どうしよっか。ありがとう。うん。あ、ステッカー欲しいんだっけ？うん。どっか行く？ステッカー買いに来ました。オッケー。1号1で1500円で買い。本当に？ありがとう。あとライターあげます。ありがとう。俺さ、ちょっとさ、ここ初めて来るとしたから、プラプラ回るから、ここで解散にしよう。もしもし。はい。俺さ、ここで、あの、初めて来た松だから、ちょっと外配信1時間ぐらいするから、はい。ここで解散にしよう。はい。うん。じゃあ、ステッカーちょっと。ステッカーだけ買わせてもらっていい？オッケーオッケー、もちろん。どうしよう。私、どこ泊まろう。大阪だよね。満喫が、検索とかできる？検索、うん、できるかな。一応路上販売のことあるから、販売っていう形じゃなくて支援していただいた人にプレゼントっていう形になってるから。あ、意味合いが違うんですか。そう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 。ちょっとめんどくさいかもしれないんだけど。いいえ、うん、ありがとね、今日。いいえ、遠いところからわざわざ。え、これが、うん、あの、荷物少ないとき。いや、俺、荷物多いから大丈夫だよ。大丈夫、うん、あの、大丈夫、アメリカの軍のメーカーのやつ。あ、大丈夫だよ、ありがとう。あ、いえいえ、うん、そう、バッグ、ありがとうね。バッグ、大丈夫だよ。バッグいっぱい持ってるから、俺。はい、うん、あー、なんかいっぱい持ってきたんだよな。うん、大丈夫、大丈夫。あの、封筒が見つかんない。うん、ゆっくりでいいよ。これだ。ああ、ありがとう。おお、ありがとうね。これ。あ、うん。ステッカーです。折れないように。うん。あ、マッサージ。ああね。どうしましょう。絶対。うん。肩揉んでくれんの？あ、湿布持ってきたから3袋。マジで？そのためにこの大荷物なんですよ。だよね。背中とか自分で貼れないし、なんか湿布だけ貼るのに満喫するし。満喫？すごい重たいね。これありがとうね。いえいえいえ。ステッカーどちょっととりあえず。はい。うん、よし。ありがとう。はい、うん、ああ、かっけえ、うん。布製です。布。うん。布。すごい。ワッペンシールみたいな。ワッペンシールだって布製だってよ。あのね、服とかに貼っちゃうとすぐ剥がれちゃうけど、あ、硬いところに貼れば。手帳貼ります、手帳、うん、手帳だと剥がれちゃうと思う。あの、プラスチック面じゃないと、あの、すぐ剥がれちゃうから。あ、じゃあスマホ貼ります。スマホとかね。はい、うん、うん、あ、うまいじゃん。これ誰？これ彼氏？元彼？いや、渡辺さんっていう病院のコーラス、歌のお兄さん。渡辺さんのイラスト。渡
渡辺さんのイラスト。ねえ、うまいね。おじいちゃん。おじいちゃん、自分の？いや、病院のおじいちゃん。病院のおじいちゃんです。病院のおじいちゃん。うん。絵描くのうまいんだね。ああ、うまい。この子は歌手目指してる。歌手目指してる人です。歌手目指してる人です。どんどん出てくるんですけど。これは雑誌のファッションページ。雑誌のファッションページです。はい。で、絵うまいね。だから、うん、王さんのことも多分こういうジジイも描けるから、うん。これは何の人？おじさん、入院中のおじさん。入院中のおじさんです。入院中のおじさんです。なるほど。こんなもんかな。あと、さっきのコルゲートが最後。コルゲートです。なんで最後だけ人じゃないの？なんで薬なの？コルゲートです。歯磨き粉。歯磨き粉なの？旅行用っていうか飛行機の中でもらうスイス航空限定の。歯磨き粉。おお、歯磨き、最後は歯磨き粉。歯磨き粉。すごいな、焼きもち焼きがいっぱいいるな。焼きもち焼きがチャポコンチャポコン。でもマッサージしてくれるって言っても漫画喫茶でマッサージは無理だよ。きついかな、湿布。だって、無理でしょう。ねえ。いや、俺も、ほら、肩とかさ、もうガッチガチだからね。マッサージオイルですね。マッサージオイル？だって、漫画喫茶でマッサージオイルは無理でしょ。いや、オイルっていうか、ジェルだから大丈夫。でも、ベトベトになったら漫画喫茶。ベトベトなんない。アルコールだから取ります。お、みずきちゃんおはよう。おはようじゃねえ。お疲れ。どうしよう。どうしよう。ねえ。私もちょっと、ここで一人こっちになると、迷子になる可能性はあるので。検索とかがうまくできないから。おラブホ行こう。ラブホ。いやーいやなんでお前らみんなラブホ書いてんの？だって好きな人がいるんだよ。彼氏、元彼が。元彼がいるんだよ。お前ら元彼がいる。お前42歳の障害者手帳3級のトータル美容家なんだよ。お前ら舐めてんだろ。トータルビューティー家で、障害者手帳3級で、躁うつ病？躁うつ病で、で、元彼もいるんだよ。お前らちょっと考えろよ。終点逃したっていうか、明日はね、大宮でリアドする、待ちするから。まあ、いいんだけど、俺はどっか泊まるんだけど。じゃあ、のんたんが許すわけないでしょ？のんたんが。うん。それはそうなんだよね。じゃあ、のんたんに電話してみるじゃん。だから、満喫別。いや、満喫は無理よ、マッサージするのは。ちょっと、のんちゃんに聞いてみるわ。ペアシートもペアシート、のんちゃんに電話しないと。電話しまーす。いや、のんちゃんがいいって言うんならいいよ。やめとこね。元彼もいるし、元彼がいるんだからダメだよ。ね、元彼に悪いよ。まあ悪いっていうか、うん、まあ元彼はまだ振り向いてくれてないんですけど、うん、さ、あのエステ30万の人が、心配して、ああ。外配信しよう、外配信。あ、はい。それで探しながら。ね、外配信しよう。あ、みさこさんだ。え？
新鮮かまってちゃんの美里さんがいいねくれた。え、新鮮、え、新鮮かまってちゃん知り合いなの？いや、知り合いじゃなくてイベント一回行って、あのノモグラフィックっていう名前で前やってたんですよ、うん、それでネイルとかやるよって言って、ボールペンに、先にネイルチップつけて、メンバーさんにみんなにイメージカラーのやつ塗って、あのトップにつけるっていうのかな、ボールペンのトップにつけてあげたら、メンバーさんが超喜んでくれて、美佐子さん覚えててくれてるみたい。どうしよう、美佐子さんも覚えててくれてる。どうしよう、いいねくれた、いやどうしよう、覚えてる。まあじゃあここで解散にしよう。あの、かいほうちゃん、はい、うん、大丈夫？はい、大丈夫です。うん、ありがとうね。はい、ありがとうございます。じゃあ今後ともよろしく。 ありがとう。あ、ちょっと待って。うん、ありがとう。一人怖いな。え？一人怖いな。一人怖い。一人怖いか。一人になるのは怖い。だって俺ねえ、俺らだって貧乏だからホテル代とかもないもんね。だからここで知らない街だからな。あの、うん、幼稚園の芋掘り以来なんですよ、川越が。ここに来るの芋掘り以来の？幼稚園。幼稚園の？で、それもバスだから、うん、駅に来たの初めてで、うん、いや、駅目の前だわ。あ、うん、何があるか。いや、駅目の前だわ、うん、ただ電車はないと思われる。いや、電車はないよ、絶対。電車ないですかね、うん、深夜バスもないかな。高速バスとか。いや、高速バスないでしょ。ないか、川越通んないか。うん、バスかな。満喫探す。じゃあ満喫探し行こう。はい、そうしましょう。じゃあ満喫探し散歩。うん、川越で満喫ありますか、皆さん。お願いです、調べてください。別室で撮ります。あ、いやいや、いいですよ、全然。何すかこれ。これ生放送って。ニコ生すか。ニコ生とは違うんですけど。何人ですか。映りたいです。今175人ぐらい、リアルタイムで。もっとリアルタイムじゃ行くために、なんかイエーイってピースピースって、イエーイイエーイ。生だぜーイイエーイ。生だぜ。飲んでたんですか。はい、フィリピンで。フィリピンで。今フィリピンから帰ってきました。みんなオカマ、みんなオカマでした。みんなオカマ。ピンクサロンじゃなくて。え、みんなついてた。よし、みんなおちんちんついてた。みんなおちんちん。男性。いや、なんか冗談もあるかもしれないけど、一人は本当にオカマの人がいて、それを言われちゃったもんだから。聞いちゃいますよ、ね。見た目じゃ分かんなかったんですか。分かんないから、そのまま言ってくれればよかったのに。美人でした。美人でした、それは。それまま言って。あ、そう。私より美人でした。いや、お姉さんの方が綺麗です。あららららら。それは日本人の方が綺麗ですよ。またまた。日本人ですか。また。外人より日本人です。私なんとか好きよ。あなた好きだって、とか言われるわけです。韓国人じゃん。あ、あれ違う。あなたのことが好きだから。あなたのことが好きだから。みんな日本語上手いですよ。この辺にあるんですか。あ、すぐそこに。フィリピンパブ行きましょうか。フィリピンパブで生放送やったら盛り上がりますよ、多分これ。マジですか。はい、フィリピンパブ行きましょうか。行かないよ、撮影してる。2人はどういう感じ。2人がコンビ。配信者です。あ、私も配信してます。何の配信なんですか。何の。めっちゃなんか、はい、なんか満喫ありますか、逆に。教えて、今。近くにマンボウあるって。ダッシュしろ、ダッシュしろって言われた。あ、やべ、勝手に行かない。すげえな、ここに。そうなんですよ。超リアルタイムじゃないですか。そうですね。ナウです。ナウじゃないですか。今、だから、どっから来たんですか、まず。埼玉、川口です。川口、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 川越じゃなくて、川口、鳩ヶ谷。川口、鳩ヶ谷から来ました。男前って書いてあります。あ、アフリカマンジローって絶対これジロー好きとかじゃないですか。アフリカマンジロー。川越のジロー美味しいよ。よし。え、二人はハーフとかではない。イケメン。なんか顔がイケメンだから。ね、めっちゃイケメンだよ。ね。さっきもフィリピンパブにめっちゃアメリカ完全に大事やつ。完全になんか中継されてるよ。Everyone, how are you doing? わあ、嬉しい。
なんでもない。なんでもない。出てこなかった。すごく発音めっちゃいい。ネイティブ。酔っ払ってるから。ネイティブ、ネイティブ。あ、ネイティブ。イケメン。ねえ。やっぱイケメンって書いてある。タレントになれますよ。タレントモデル、モデルになれますよ。それはすごいな。これすごいですね。いや、すごいこれでもお兄さんたちの歌ってこれお客さんでしょ。ツイキャスってこれたまに見ますけど、こんな感じなんですか。そうです、そうです。ツイキャスの新しく出たやつね、これは。ふわっちっていうひらがなで。ひらがなでふわっち。こっからどこまで行くんですか。いや、もう今日はこの辺でなんか満喫かどっか探して泊まろうかなと思って。泊まってどこまで行くんですか、次は。次僕は大宮で。私も大宮回埼玉県内回るんですか。え、私は別行動です。俺地元新潟なので、とりあえず新潟まで飛んでもらって、彼は地元が秋田なんで、秋田までそのまま飛んでください。僕は日本全国こう旅しながら、こう。まず上、はい、登りましょう。あ、そうなんですよ。あの、仙台まで行って。名刺渡したいけど、あれな。名刺渡すの、あれかな、どうだろう、うん、いや知らないけど、いらないでしょ。いらないでしょ。一応もらいますよ。何かあれば、うん。もしこれ、だってもしかしたらこれ YouTube か何かに乗るの、あ、乗ります。はい。乗っちゃうんすか。乗っちゃいます。一応もらいますよ。しんがりがたく。チッとでかいって。すごい。これが、これビジネス。自分で作ってる。これで飯食ってます。すげえ。え、マジか。はい。これもしかしたらマツコデラックスかなんかの番組に出てくるのか。ルリルリラーなんか芸能事務所とか入ってないんですか。あ、またフリーで、はい、よろしくお願いします。メイクアップ&ネイルケア。え、ネイル、あ、ほんとだ、綺麗。お願いします。ちょっと俺もお願いします。あ、あのね、甘皮処理とか得意です。あと甘皮、ここのね、あの次 あのデートの前の日 あの爪のヤスリがけとか。ヤスリがけ得意です。いい、はい、あの傷ついちゃう、あのね、いろいろね、あの、いや、でも大事ですね。大事、女の子にとっては一番。そうですよね。男の人の爪伸びてるのが痛いんだけど遠慮して言えないんくって、傷ついて血入れちゃったりするから、うんうん、そこまで気をつけろよ。セックスは男の気遣いが大事です。セックスに立たっちゃう。セックスは男の気遣いが大事です。視聴者減っちゃいますよ。いや、増えてる。184人に増えてる。セックスの話したら184人に増えました。短い爪にしないとダメですよ。ヤスリがけしてください。ヤスリがけ。ヤスリがけ。気がしますね。センズリアグのヤスリがけだから、ね。血が出ちゃうから、こっちが。女性が傷つくんで、よろしくお願いします。ね、ところがね。ありがとうございます。お気をつけて。お邪魔して。ありがとうございます。はい、あ、じゃあ、良い旅を、ありがとうございます。はしごの旅に出た気分です。ありがとうございます。どうも、おやすみなさい。なんかマンボウがあるってよ。マンボウどこですかね。何口にあるんだろう、マンボウ。あ、ていうか充電しないとバッテリー切れる。あ、はい。これさ、いいや、自分でやるわ。バッテリーやば。すいません、気がつかなくて。私が長話してたから。コミックバス。うん。え、なんで？いや、なんか悪いから。え、何が？何が悪いの？いや、なんかほら、ボンちゃんとか。あ、全然。なんか支えますか？いや、大丈夫、大丈夫。東口、こっちが東口なのかな？はい、東口です。今いるのが東口？はい。うん。でかっ。充電器でかっ。うん。バッテリー5キロ。あー、ギガバイト、ギガバイト。いや、もうね、あの、パソコンが20回充電できるぐらい。ああ、そんなにですか。じゃあ一回閉めますか。あ、ダメ。あ、はい。あ、いいよ、倒したっていいよ。はい。うん、ありがとう。すごいな、1.5 が入るんですね。入る、全然。左右両方とか。あ、いいよ。大丈夫。はい、壁収納来てる。すみません、この辺にマンボウって漫画喫茶ありますか？わかんないけど、はい、多分丸広の通りじゃんと思う。丸広の通り。こっち側が東口になるんでしょうか？そうそうそう。あ、ありがとうございます。じゃあ、あっちはいるんだ。
どこら辺に？あのね、マガキ社っていうと丸広の通り。丸広。うん。どの辺わかる？あのね。はい。そこまっすぐ行って、はい、左に行って、はい、それですぐパチンコ屋があるから、はい、そこ入ってくる。商店街みたい。まあみんなシャッター降りてるだろうけど、はい、漫画喫茶は開いてんじゃん。ありがとうございます。足止めさせてもらって、大丈夫、大丈夫、大丈夫。何？荷物重いのに。大丈夫、大丈夫。ありがとうございました。大変だね。ありがとうございます。漫画喫茶じゃないと、はい、ね、ね、高いもんね。ね、そうなんですよ。うん、あ、もう帰れないんだ。そうなんです、終電が。行っちゃったもんね。はい。どこまで帰るの？いやー、川口。あ、ここだね。はい。それタクシーで何万円じゃね。いやー、もうだ、ね、やってらんないよね。出せないですね。出せないもないから。ね。ありがとうございます。なんかやることありますか？あ、大丈夫、大丈夫。全然 OK よ。繋いどきますね。何を？日雇い労働者と思われてんな。いやいやいや、充電落ちるぞ。今ね、充電はしてます。豚足ごめんなさい。豚足か、豚足。こうやと心ちゃんのなんだ、こっち。今ね、川越の東口、川越の東口にいます。暗いな。川越ですね。明日大宮でリアドズマチやります。いや、俺がね、電波取られちゃうから配信中はね、無理なんだよ。配信中は他のサイト開けない。アプリも、いやいや、あのアプリとか配信中は俺だから、あの外配信やってる時電波弱いから、昔の回線使ってるから。近いけど電車ない。そうだね。明日昼間に大宮でやるよ。昼間に大宮でリアドツマチやるから。もしよかったら、昼間っていうか、まあ、明日のリアドツ来てください。猫。にゃんこ。あ、猫。明日、大宮は明日です。丸広の通り。丸広。左って言ってたよね。はい。パチンコ屋。パチンコ屋がある。これか。そう。あ、ありがとうございます。すげえな。後ろの人、あ、そうだよ。配信者だよ。クワッチの。解放。ひらがなで解放。お疲れ様でーす。いつごろ頑張ります。ありがとうございます。
どこだっつったっけ。コミックバスター、カラオケ、あ、漫画喫茶あるじゃん。 あったあった。クレモじゃなくて、なんだ、マンボウだ。ここで泊まる感じはでいいんじゃない？どう？ほら、今日平日？今日は土曜日か。土曜日。朝までお得ナイトパックあるじゃん。あらら。うん。素敵。1450円。これでいいんじゃん。はい。うん。俺ちょっとプラッとするよ。じゃあ、キャバクラしかないっすよ。うん。いや、いいよ、いいよ、マッサージは。またでいいよ。あ、じゃあ、6日か7日、うん、6日か7日。うん、もともと、うん、新宿アルタ行きますって言ってた日。言ってたっけ？7日。で、前日に、LINE ちょうだいって。あー、来るんだったら前日に LINE ちょうだいって言ったでしょ。そうそうそう。そう、俺、確約はできないよ。突発的に配信とかのコラボとか入っちゃうから、はい、空いてたらっていう感じだから。はい。うん。ありがとう。あ、ありがとうございます。うん。うん。オッケーオッケー。いいっす、いいっす。うん。ありがとうね。ありがとうございます。うん。じゃあ、ゆっくり休んで。はい。うん。ありがとうね、遠くなのに。はい。うん。荷物重いんで気をつけて。うん。はい。ありがとう。ありがとうございます。じゃあね、おやすみ。おやすみなさい。うん。よし。いやー、パンチ自信ないよ。全然。ちょっと歩こうか。ちょっと歩こう。クレアモールって言うんだ、ここは。いや、ありがたいよ。リアトツわざわざ、便所さんの、とやってたんだけど、それ待ってても会いたいって言ってくれて。うん。いや、全然いい人だよ。ちょっと癖が強いだけで。いい人だ。うん。いや、嬉しいじゃん。だって、わざわざ会いに来てくれるんだよ、遠くから。そういうさ、いつも応援してくれる人をないがしろにはしたくないよ。どうしよっかな。うん、満喫に泊まった。まあ、癖強い方が配信者は面白いよ。この通りが商店街なのかな。カラオケ屋が結構多いな。ちょっと俺もう寝たいな。うん、ねえ、一期一会でいろんな出会いがあるんだから、いろんな人がいるんだ。普通の人間ばっかりだったらつまんない。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。